Just a new day。皆さんこんばんは。お正月はどんなお正月でしたか？コンビニが元旦から空いてるからって言って本当に気をつけないと食生活。七草がゆは食べましたか？ちゃんとね、お粥も食べないと、なんてなことを言っておりますが、今日も、ジャスタニューダイお届けするのはジュリー澤田研二とサリーシベイト太郎こと森本太郎です。はい、そんなわけで、そうですね、先週から、はい、始まりまして、めでたいですね。まだめでたい。そうですね。まだ正月気分は当然まだ抜けませんけれども、まあこの3人で T43 というバンドを、まあ、結成したわけなんですけれども、まあ先週はね、まあいろんな T43 の生い立ちっていうか、なりそめというか、婚約じゃないんだから、まあいろいろね話しましたけども、今週はですね、やっぱり3人とも、僕ら3人とも好きなんですけど、ローリングストーンね、特集というほどのことでもないですけど、一応ローリングストーンを中心で、今週は、ね、僕らレパートリー多かったね。多かったね、ストーンズのものはね。ストーンズは多かったね、うん、これはもうアマチュア時代ですけど ね、うん、ね、東京出てきたらテンプターズっていうのがやっぱりストーンズやってましたけどね。では早速ですけども、ローリングストーンのから聞いていただきたいと思います。まずはローリングストーン、サティスファクション。
久しぶりにじっくりとこの「パッドザ・ショー」曲がねやっぱり、ね、これ曲思い出すのはね、うん、タイガースの前に京都会館でアマチュアバンドコンテスト出た時にこれやってるね確か、うん、そうこれあの人が司会だったんですか誰か司会者覚えてんの司会者なんですよね誰忘れたハリーが覚えてるとは大阪の山村さんとか浜村淳浜村淳さん浜村淳さんだっけそうそうそう浜村淳さんが司会してたよね、あそうなの、うん、それでは次はそうそうそうああそうか京都の5人組今でもなやったはりあの立命館高校と山城高校とってなんかねこれ優勝したわけでしょ優勝した負けでしょってすごいねだからいやこの曲ね俺コピーするときに今の、うん、だったダダダだってあの音がなんかサックスみたいな音かなんかわからなかった、ね、今でこそ俺あれあのエフェクターって言って、うん、ディストーションとかオーバードライブとかあるけど、うん、当時なかった後でファズじゃんあのファズ、うんうん、それでもアンプでやってたやんあの時はね、うん、なかった京都会館の頃はああいうのなかったと工夫してやってたじゃん、うんでもそれらしいなんかみんな、うん、でもあの頃はアマチュアバンドコンテストって言ってもボーカルもやる人って少なかったですねそうですねベンチャーズが流行ってた後やから、うん、そうよねそうっす、うんうん、同志社大学の、うん、あのほらなんか名前忘れたなもうそうそう忘れてしまった34年前からそうそうそうやこの曲受かったやあれでも1965年や、うん、昭和で言うたら40年18区の頃ですか、ね、私たちが、うんそう、うん、そういやまあとにかくもうローリングストーンの話をするとね本当にキリがないぐらいいっぱいねまあただあの年もうみんな50代でしょ52、3とか4とか50半ばもっといってるか60年してる人もいる、ね、そういや今年もね3月に日本で、ねうん、コンサートやるけれども本当にあの30数年間トップで、うん、あれはすごいねしかも若いファンもいっぱいいるからね、うん、だから昔では考えられない、うん、あのね50代の人がうわーっとこうね、まあ、そういう意味ではいいものはいいというね、うん、昔やったらあんまり年齢いってる人のこと好きとかならない、うん、どうしても若い子ばっかりって言うんですけどね、うんまあ、やり方がうまいわねだからでも途切れてないのストーンズってのはでも、うん、何年に1回しかやらないのよあそうそう3年に1回とか下手すると5年に1回とか、うん、そのやり方がうまいのよ、うんねうん、アルバム出すのもそのポツランとしか出さへんし、うん、でライブやるとなると昔の曲が多いのよ、うん、新しいアルバムの曲なんてのは2曲3曲しかやらないんだよね、うん、その辺でこうだんだん若い人がどん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 、うんまたあのオンタイムじゃなくて今の時代でもうかっこええやんっていう感じになるんでしょうね、うん、だから僕らみたいな年代の人はまたあれかなって思ってる人も中にはおるんでね、またどうせ、うん、サティスファクションをやるやろなみたいな、なんかね、でも5年に1回やからええかっていう話なんだけど、うまいよねやり方がやり方がってやっぱりあのビートルズにはエプスタインっていう人がいたり、うん そ, うね、そういうマネージャーって顔が出てこないやん出てこないねストーンズはストーンズはねだからミック・ジャガーが、うん、だからどっか の, あのロンドンの大学の経済学部かなんかを出たやつだよねああそう、うん、大学出ないやんほうだから多分ミックがいろんな作戦をこうしようとかああしようとか、うん、その合間にいろいろ女性と付き合ったりとかね子供を作ったりとか、いろんなことをしてなるほどね何がおかしいそれそやけど、あのローリンソンってさ、まあミック・ジャガーもそやけどやっぱりキース・リチャードっていう存在も大きいわな、あのイメージが、ね、で、まあブライアン・ジョーンズっていたやん、おかっぱの、うん、あの人亡くなって、うん、で、その後に誰か入ったやん、ギターがねミック・テイラーミック・テイラーかな、うん、その後にローンとかね、今の、うん、そうやけど、やっぱりあの僕はあんまり
それどうしてもブライアン・ジョーンズがええなと思うイメージが強いというかね、うん、まあ、それはええんやけども、ただやっぱ長続きしてるのが偉いなと思って。すごいよね。喧嘩しないのかな。どうなの。いや割り切ってやってるんだと思う。割り切ってんのかな。やっぱりそれはもうお金の問題っていうのは、うん、結構シビアで、ミクが一番取ってると思うしね。その時キースがそれに近く取ってて、あとはガクッと下がるんじゃないかなっていう気がするよ。なんかそれはしょうがないけどね。それでもものすごい額なのよ。奥やわ。奥。なんか力入るな。お金の話。欲しいなあ。でも偉いよね。やっぱり続けるっていうのはものすごいパワーがいいんだね。グループでね。グループで。そういうのはある程度お金で割り切れたりとかできるっていうことはやっぱ大人なのよ、うん、お金でも割り切れない人もいるじゃない世の中に。ビートルズだって解散しちゃったわけやしな。あ、そうやな。やっぱりビートルズは何年ぐらいだったの。でも5、6年いやもっともっと、うん、ビートルズの方がデビュー早かった、うん、7、8年ぐらい10年近くやったんちゃうかな、うん、まあ最後の方はねもうなんかもうバラバラでっていう感じはしたけども、うん、まあしかしロイ・ソンっていうのはね本当にいつまで続くのでしょうっていう感じよ ね、 そうね、うん、じゃあまた懐かしい曲なんですけども、ロイ・ソンの曲聴いてください。ルビー・チューズデイ。 She would never say where she came from Yesterday don't matter if it's goneWhile the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes be so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost At such a cost Catch your dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you may lose your mind In life unkindいい曲で、ね、こういう曲もね書けるんですよね。いやローリングストーンといえばね
思い出すのは我々タイガースの時にミック・ジャガーとおったんやけども、サリーはおたかな思い出すのよ。いやいや、ありましたよ。タロも、ロンドンでね。ああタロが行ってたの。俺は、何やん。タロも行ったのか。フィーがいなかった。そうやな。あの時。じゃあ3人で行ったの。そうだよ。知らないでしょ、みんな。会って握手もしたやんね。サインももろてんね。そりゃそうやけど、うん。あの時3人だけだった。そうそう、ね。そうそう。なんかいなかったね。いなかったんだ。そうそう。あれ、ロンドンに行った時に、ヒロコっていうジャパニーズレストランがあって、うん、それ食べて、そしたらそこのおばちゃんが、日本人のおばちゃんが、いやローリングストーンとかビートルズうちの店来んやでとかって言って、うん、本当とか言うて、うん、それでもし誰か来たら電話ちょうだいって言うて電話番号渡して帰ってきたら夜中か、何夜中あれ、うん、夜中っつってもまだ日が変わってないよ。あ、そっか、うん、僕ら時差があったからもう眠たかったけど、ね、あ、そっか。で、僕とジュリーが同じ部屋やったんの時、あ、何同じ部屋だった。風呂のない部屋やったね。そうだ、風呂が外にあるっていう、その頃は古いホテル、ノーフォークホテルって覚えてますよ。あ、場所はサウスケンジントン。そう、よく覚えてる。全然覚えてないの。覚えてない。2人、何も覚えてないよ、しかし。いや、それは、いや、え、というか2人が同じ部屋で。そうや、うん、誰と一緒だったの。僕は、君はジュリーじゃない、シロー。シロー、もう勝つ人いない。シロー、シローはじゃあ何してたの。その時行かなかった。行かなかったんちゃうかな。シローが行った、行った、行った。あ、行った。あ、じゃあ4人で行ったの。そうそうそう。で、ピアはなんか違う外国行ってたじゃん。いや、パリどっか行ってたじゃん。ちょっとね、なんか女性に会い。そうなのよ。よくそんなことしてる。まあ、いや、それで、あ、そっか、じゃあサリーも行ったんやな。それは行ってでしょ、やっぱり。ね、もう間近にね、あの時付き合ってた彼女マリアンヌ・フェイスが一緒にいたやん。すごいね、あの時は。もうやっぱ迫力あったな。もうちょっとお酒飲んで酔っ払ったような雰囲気したけどね。そうそう、いや、それを思い出すとね、うん、まあ、二度とああいう経験はできないだろうなと、うん、今も ね、うん、しかも今や偉大な、今でも偉大なロックアーティストだな。それいつも思い出すんですけどね。まあ、何たってもうタイガースは本当にあのローリングストーンの曲多かったな。サリーも結構歌ってたよね。歌ってたね。テルミ。他に覚えてる？ベンティッドブラック。ベンティッドブラック。あ、それも歌ってた。ラストタイム。ラストタイム。レッツスペンドナイツギャダー。それ歌ってた？それはさ。ダダ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 ダ。歌ってたかな？歌ってた。僕はもう覚えてるよ、ちゃんと。あ、そっか。それも歌ったん。結構歌ってたじゃない。難しい歌じゃない。いや、ストーンの曲は何か歌ってた、ね。アルティアス・ゴーバイ。ゴーバイとかね。それも歌ったん。うん。え、忘れてんの太郎。いやいや、あ、ごめんごめん。そうか。うん。いや、あれやん。サリーは和製ミック・ジャガーみたいなもんや。いや、だから。だって、あの、黒っぽい雰囲気のっていう。そうそう、なるほど。当時は。あの、僕のマリーのジャケットの裏に。うん。個人紹介がしてあるのよ、うんうん、短く、うんうん、なんか甘味な甘い甘味なボーカルとか僕が書いてくれてたんだけど、うん、サリーは黒い雰囲気を持った黒い雰囲気あ、なるほど。そういえばそうやったな、ね、雰囲気が。でとか、うん、オーティスモンとかね。あー、オーティス・レディングね。ドッグ・オブ・ザ・デイとか結構歌ってたね。歌ってたね。出たよ。まあ、ストーンズの曲は気持ちいいからね、やってると。しかもベース弾きながらやで。そうや。弾きやすいかったのかな。いやいや、だけどね、あのローリングストーンのビル・ワイマンは全然歌えへん。コーラスも参加しないじゃん、あの人だよね。うん、音走りく。ねえ、その辺やっぱりこう、サリーのベースはね、本当にあの、オープニングでね、流れたあの、T ・ボスイの曲、あれ、ベースね、何十年ぶりに弾いたんやん、レコーディングの時に。そうそう、あのベースが評判いいのよ。こんな激しい、うん、あのノリが、明るいベースだ。だいたいベースの人って若い人なんかの方が地味だよね、うん、あ、そうだね。ストイックだよね、うん、なんか今の人のベースってさ、なんかコンピューターみたいなベース弾くやんね。打ち込みみたいなベース。そうそうそう。でもまあやってる頃ああいうみんなベース弾いてたよね。当時はね。当時はね。うん、そうだね。でもサリーのベースの人っているかな。あんまり聞いたことないな。うん、そうなんだね。
太陽に吠えろっていう昔テーマソングもシャリ弾いてるよ、うん、あのベース、ね、うん、あれなんか若い人にえらい人気あるらしいやん、あれは当時の井上貴之バンド、ね、太陽に吠えろとか傷だらけの天使とかね、あんなベース弾けへんよ若い人は、本当にそうですか、一生懸命練習またね、またせないかんねせないかんねってほんまに、まあ本当にそういう意味ではね、これからまた若い人のためにもかっこよくお願いしますよ、では早速次の曲いきたいんですけども、今度は久々にジュリーの曲で、あ、僕の、はい、はい、じゃあ今の活動の、はい、曲を、恋なんて呼ばない、いらない。
恋なんて呼ばないっていうのはこれはいつユリの歌で、うん、これかサムスタッドの夏のアルバムに入ってるんだけど、ああの一番まあ新しい、なかなかイントロの12弦ギターかっこやん、うん、珍しいじゃん12弦ギターパッとこう、そうね、あんまりない、ライブではねなかなか難しいんだよね12弦ギターっていうのはね、あそっかそっか、うん、まああの今日はですね一応ローリングストーンというまあでもねあのローリングストーンを語ろうと思えばもう本当に時間何時間あっても足りないぐらいいっぱいあるんですけども、まあなんか自分たちのこう感じたことをちらっと言った程度なんですけどもね、またあの誰かの特集とか、まあ、もちろんローリングストーンもまたねいずれ何回もやらないかんぐらいいっぱいねあの話はあるんですけれども、あのやっぱり皆さんの今日は2本目ですけども、メッセージですね、そうご希望リクエストゲストなどなど、うん、そういうのを本当にあのぜひお便りなどいっぱい刺さってですねこの番組を盛り上げるということでね一つよろしくお願いしたいんですけどね、よろしくお願いします。それでまああとはたまには生今録音ですけども生っていうのもいいですね、はははは生ね怖いで怖いな一回ねやってしまったら終わるって終わるなそれも、うん、面白いね、面白いかもしれないしね、またライブ詰まってもいいかもしれないし ね、ライブコーナーとかね、ライブコーナーね練習しなきゃね結局そこにサリー頼んでタロは大丈夫だよ、ね、俺はもうバリバリですよ。まあそういうことでね、本当におはがきとかいろいろお願いします。それでは住所たくさんのメッセージお待ちしております、お待ちしております。え、今日もお相手は沢田健二と岸辺一徳として森本太郎でした。それではまた来週さようなら。この番組はプレジデントクラブの提供でお送りしました。僕と何かたき火したりしよう、旅に出たりしよう、同時な